それでは、ウィンクラー法の適定の操作を始めます。酸素瓶に海水を満たして、そこに酸素固定液、1液、2液を入れました。水酸化マンガンと酸化水酸化マンガンの沈殿がそこに沈殿してきた状態にあります。これからここに塩酸を入れて、この沈殿を溶かします。沈殿が溶けると要素が遊離します。酸素瓶の蓋は硬くて開けづらいのですが、真上に引っ張ると開けることができます。ここに塩酸を3から6ミリほど、量はアバウトでいいのですが入れます。溢れないようにと酸素瓶の中の海水を吸い取ります。このスポイトで、取れる量を取ってください。5ミリほど取れると思います。その後にここに塩酸を入れ混ぜるので、その操作に支障がないくらいと海水を取ります。大事なのは、海水の上澄みを取るときに沈殿が混ざらないようにしてください。これくらい上澄みを取りました。これから塩酸6基底、6基底の塩酸を添加します。加えます。塩酸のボトルを酸素瓶に近づけるとやりやすいでしょう。3から6ミリ。適当でいいです。酸素瓶の首よりちょっと下あたりまで塩酸を入れます。塩酸を入れると沈殿が溶ける様子が見れるかと思います。これからこの沈殿を素早く溶かします。この沈殿が空気の酸素と触れないようにと素早く溶かすことが大事です。このようにと机の上で円を描くのように、机の上に酸素瓶を置いて円を描くように回します。そうするとこの中が回転して沈殿が溶けやすい状態になります。完全に沈殿が溶けるまで混ぜてください。まだ少しと残っています。で、見て完全に沈殿が溶ける。で、この酸素瓶のと要素が遊離しているこの液体をコニカルビーカーに全量移します。酸素瓶の内側にもと液が残っていますので、腺瓶からイオン交換水を流して洗い流します。この染液もコニカルビーカーに入れます。で、これで準備完了で、ビューレットには地方硫酸ナトリウム溶液が満たされを入れてあります。ビューレットの先端まで地方硫酸ナトリウム溶液がと満たされていることを確認してください。気泡がないということも大事です。ビューレットの下にコニカルビーカーを置いて、滴定を始める前のと液面、ビューレットの液面の目盛りを読んで記録してください。これをくれぐれも忘れないようにしましょう。それから、ビューレットのコックを回してゆっくりと滴下をします。左手でこのようにつまんで、コックをつまんで右手で回転させる。そうすると、滴下の調節と同時にとコニカルビーカーを混ぜることができます。このように地方硫酸ナトリウムを入れていくと、黄色い色がだんだん薄くなってきます。この後に十分薄くなったところで、でんぷん溶液を添加します。そうすると、ヨウ素でんぷん反応により要素が紫色に着色します。要素の有無をより鮮明にと目で確認することができるようになります。もう少し黄色が薄くなるまで地方硫酸を滴下していっています。右手でよく混ぜるっていうのを忘れないでください。混ぜるのが遅いと、滴下しすぎるということになりかねません。これくらい薄くなったところ、もうちょっと薄くなるまで攻めてもいいのですが、これくらいで、でんぷんを加えても構いません。でんぷんを加える量は1ミリリットルぐらい。この量も適当でいいんですが、このように添加すると、要素が、と紫色に
ヨウ素でんぷん反応で紫色に着色します。で、続けてこのコニカルビーカーをまたビューレットの下に置いて滴下を続けます。これくらいまで要素の量が少なくなると、あと数滴で終点に到達する、色がなくなるところが近づきます。この段階ではよく混ぜる、少し点火する、よく混ぜるっていうのを繰り返す。あと数滴でかなり色が急に薄くなるところが出てくるかと思います。このようにかなり薄い色ですが、まだかろうじて着色しているのが分かります。着色しているかどうか判別が難しいときは、その判別が難しい段階での目盛りを一旦読んでおくといいでしょう。その上で追加の1滴、追加の2滴をしてみます。で、その上で色が変わればと追加した後の目盛りを再び読む。もし追加しても色が変わらなければ、追加する前の目盛りを終点の目盛りとするというふうにすると良いでしょう。1滴追加しました。1滴追加すると、先ほどより明らかに色がなくなっているっていうのが判別できました。で、この段階でもまだ色がついているのかついてないのかわからなければ、今の段階の目盛りを読んでもう1滴入れてみる。で、その上で色が変われば、1滴入れた後の目盛りを終点とする。1滴追加してみます。1滴追加しても変わっていませんでしたので、追加する前の目盛りを終点とする。これで滴定完了です。まあ、よくあるのですが、超硫酸ナトリウムを入れすぎてしまう、終点の目盛りを読む前に多めに添加しすぎると、滴定失敗ということになってしまうのですが、それでも諦めないでください。過剰に入れてしまった超硫酸ナトリウム、このコニカルビーカーにヨウ素酸の標準を一定量加えます。これは市販されているヨウ素酸の標準溶液なのですが、皆さんは皆さんが作った標準溶液を使ってください。添加する道具はこのマイクロピペッターです。10マイクロリットルから100マイクロリットルまで任意の量を添加できる道具です。この道具は失敗した班に貸し出しますので言ってください。標準試料、ヨウ素酸標準試料を100マイクロリットルずつ添加します。添加すると、添加したところに色がつくのがわかるかと思います。これはコニカルビーカー内には溶化カリウム、溶化物イオンが過剰に入っていますので、そこにヨウ素酸を添加する。そうすると、ヨウ素が発生するということです。で、これを混ぜてみると、ヨウ素の色が消えてしまいました。まだ、超硫酸ナトリウムが過剰に存在するということです。で、追加の100マイクロリットルを添加します。ヨウ素酸標準の添加量、何マイクロリットル添加したかっていうのはしっかり記録しておいてください。それでよく混ぜると、ヨウ素の色が再び出て、それが安定しています。ヨウ素が遊離した状態になっています。それで再び超硫酸ナトリウムの滴下を続けます。追加で発生したヨウ素の量は、この超硫酸ナトリウムの濃度かける添加した体積で求めることができますので、後で補正をしてください。これで滴定が終了しました。値を読み取って、終点とします。以上です。